柔らかいものに包まれているようなぼやけたままの頭で、私はベッドから立ち上がる。次の瞬間にはもう洗面所に立っていて、顔を洗おうと蛇口に手を伸ばすのだ。いつも通りの行動だが、奇妙なデジャブ。いつもと同じことをしているのだから、デジャブはあってもおかしくはないだろう。が、この感じるデジャブはいつもと違う何かと反応している。前にも同じことがあったような、いや、同じことがあるはずだろう。あ、いや、ぼやけた頭に考えを流し込むが、疑問だけが湧き出してくるだけで答えは見えない。勘違いだ。きっと寝ぼけてるからだ。蛇口をひねるように考えの元をその言葉でせき止めて、私は見上げた。鏡に映っている私は何かが違っていた。薄笑いを浮かべている私の顔、そして真っ白な髪。私の黒々とした髪は、鏡の中で全てが白髪へと変貌していた。まるで老人のような、不気味なまでに真っ白な髪。汗びっしょりで私は目を覚ました。まだ衝撃が心に大きな傷跡を残しており、ズキズキと痛みを覚える。夢だったのだろうか。いや、夢でなければ何だというのだ。私は衝撃でいつの間にかベッドの上に戻っていて、目を覚ましたとでも言うのか。ありえない。いきなり白髪になるのもありえない。急激に目覚めた時に息を吸い込んでしまったため、息が乱れている。ドクンドクンと心臓の鼓動も敏感に感じられる。まるで短距離走でも走ったような息切れ。まるで老人になってしまったかのような。いや、何を言ってんだ。私はまだ30歳。若い若い、まだまだ若いのだ。ゆっくりと息を吸い込み、呼吸を整える。よし、もう大丈夫だと感じるまで、スースーと息を吸い込み、吐き、一回一回の呼吸で自分に言い聞かせる。夢だ、夢だったのだと。そうだ、顔を洗おう。冷たい水を浴びればきっとスッキリするはずだ。夢のことなんか忘れてしまうはずだ。私はゆっくりと立ち上がると、同時にひらりと何かが目の前を落ちていった。それを目で追う。ふわりと落ちていった。それは糸。真っ白な糸がはらりと床に落ちた。糸？本当に糸なのか？白髪ではないのか？恐怖に駆られ、私は慌てて床に這いつくばってそれを凝視した。床の節目に波打って落ちている糸。硬そうな糸。糸だ、糸だ、糸だ、糸だ。指でつまもうとする。一瞬ためらうものの、爪でつまみ上げ、指で感触を確かめる。硬い。しかもテカっている。間違いなくこれは白髪だ。まさか夢でなかったというのか。本当に私はショックでベッドまで戻り、夢だったと思い込もうとしているのか。いやいや、私も30歳なんだ。まだ若いと言っても、ストレスやいろいろなことで白髪も多少ある。偶然白髪の一本が落ちてしまっただけのことだ。そうに違いない。鏡を見ればわかる話だ。床から立ち上がり、寝室を抜けてキッチンを通り抜け、先にある洗面所。
私は扉の前まで早歩きで向かい、ノブに手をかけた。扉を開けば正面に鏡が置かれている。つまりすぐに私の黒ごろとした髪の毛が見えるはずなのだ。この不安からも解放される。扉を開けさえすれば。だがもしも白髪の私が立っていたらどうしよう。私の髪がすべて真っ白になっていたら私は耐えられるのだろうか。バカバカしい、なんてバカバカしいことをしているんだ私は。寝ぼけているせいだろうか、こんなことで不安になるなんて。よくよく考えてみろ、一日で髪の毛が真っ白になるはずないだろう。生えてしまった髪の毛が変色するなんて、しかも全部が一気に、ありえない、非科学的だ。だから私は平気だ。いつも通りに洗面所に入って顔を洗って歯を磨いて、それから なぜだろう、はっきりしない。まあいい、寝ぼけているせいだろう。扉を開ければいいだけの話だ。私は軽い気持ちでノブを回し扉を開けた。今日で3回目。漆花実さんは鎮静剤を打たれベッドで横になっている。私の隣では家族が悲しげな表情で彼を見つめている。もちろん私たちの姿を彼は見ることはできない。監視カメラの存在を知っていたとしても彼は家族を見ることはできない。彼は精神的に不安定だからだ。何度も何度も目を覚ましては鏡の自分を見て絶叫する。80歳の自分を30歳と思い込んでいる彼は絶叫を繰り返す。その度に私たちが鎮静剤を打ち、彼はまたベッドに寝かされる。その繰り返しが彼の日課なのだ。彼の全てなのだ。家族のすすり泣く声が聞こえる。もう楽にしてあげてください先生。妻らしき女性が私を見ながら涙ながらに訴える。何度も何度も頭を下げて私に訴える。その訴えも知らぬまま漆原実は再び目を覚ました。自らの時間を忘れたまま再び彼は洗面所に向かう。永遠の朝を過ごすために。